シャックです。マッツです。今日のテーマはホーネッツは最後の追い込みでどこまで勝てるのか。聞いたー、ブンブン。ホーネッツ言うたら3月中旬には連勝があったりとか、イケイケでしたよ。今一つでも順位を上げようと最後の追い込みをかけてるチームです。よっしゃー、若気のチームでございますよ。はい、そんな若気のチームホーネッツが最後どこまで勝てるのか、そして3月の連勝の変化はどこにあったのかについて話していこうと思います。で、今日皆さん最後までお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、まだまだ忘れずチャンネル登録いただけると僕らのモチベーションにもなるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。ホーネッツは現在シーズン38勝36敗のイースト9位。いいな、来年ロケツこうなっててほしい。今よりも倍ぐらい勝ち星伸ばさなあかんけど忙しいな。忙しいし、ちょっとハードル高ないってね。そんなホーネッツは実は2019年以降過去直近3シーズンの中では一番いい勝ち星の数字になってて。おー、すごい。はい。つまり、俺らもそんぐらいかかるってことやな、今。かかるな。なんで、あと数年待っていただかないといけない。ああ、生きるぞ。最後のね、追い込みをかけてるチームです。2月はね、ホーネッツ言うたら、オールスター前までは、1勝8敗っていう、めちゃめちゃ負け越してたんよ。調子悪かったんな。そうやね。実際、ピストンズ以外は、ほぼほぼプレイオフチームとの対戦やったっていうこともあってんけど。相手が格上すぎましたね。うん。ただ、とにかくそれ以上のアウトサイドシュートが全く入らなかったよね。ただオールスター以降はまた連勝があったり、今勝ち越してるような状況です。戻ってきた。はい、勝ちが上がってきたね。3月全体で見るとオフェンシブレーティングは 122.5 のリーグ3番目。めっちゃ攻撃強いんや。そうやね。なんでもともとホーネッツってやっぱオフェンシブなチームだったけど、殴りがちのね、そのホーネッツが波に乗ったらもう3月は抑えようがない状況。やばいね。特に3月終盤から記録した5連勝の間では1試合平均得点は 125.4 ポイント。ボコボコに来るやん。それで、これは現在 NBA リーグナンバーワンの平均得点を持ってるミネソタティンバーウルブズよりも10ポイントも開きがあるからね。てかウルブズってそんな攻撃強いねんな。ウルブズめちゃめちゃ上がってきてます。その勝ち越してる要因は結構そのペースが速いっていうようなことをイメージされると思うねんけど、実は3月に関してはペースは今までに遅くなってんのね。落ち着いた。そうやねん。なのでファストブレイクからの得点も3月に関しては今まで比べて低い感じになってます。確実にいける時だけいってんのかな、うん、実際ファストブレイクは開幕から2月末まではリーグ2番目やってんけど、超早い。ただ3月に関してはリーグ7番目になってるね。ちょっとね、冷静にな、待って待ってと。ただそれでも勝ってるのはなんでかっていうと、アウトサイドシュートの確率がめちゃめちゃ上がってるっていうことですよ。練習したんちゃう？めっちゃ低かったから。このオールスターブレイクの期間でな。そうそう、まずこのフィールドゴールパーセンテージは2月はなんとリーグ25番目やってんけど、だいぶ下や。3月に関してはリーグ4位の 49.9%。 努力努力。1ヶ月で努力して変われるもんなんか分からへんけどね。プロですから。そしてスリーポイントに関しては2月はだいたいリーグ29番目に低いような確率だったんやけど、ほぼベベやった。そうやねん。3月に関してはリーグ7番目の 38.8%。 調子悪すぎただけなんかな、なんなんやろうね。めちゃめちゃ上がってるわけよ。特に3月勝った試合のホーネッツは1試合だいたい 43% 以上の確率があって、高え。つまりホーネッツが勝ち越してる大きな要因はアウトサイドシュートのこう改善が間違いなく理由の一つではあります。そんなホーネッツって言うたら、実際ホーネッツは今ゴードン・ヘイワードを書いてる状況ではあんねんけど。いや、かわいそうやね、この人も。そうやね。そん中で大健闘してるわけよ。実際、ヘイワードは今、左足首のね、靭帯損して無期限の離脱になっちゃってんねんけど。今までさ、ヘイワードがいた方がやっぱ勝ち越してるっていうデータが昨シーズンも今シーズンもあるように。支えてたからな。そうやね。ただ彼がいない中で3月ここまで勝ってるっていうのは、かなりホーネッツとしては大きな収穫です。そして勝ち越してる理由として、オフェンス面の改善っていうのは一つ大きな理由としてあんねんけど、シュートが入るようになったと。ヘイワードが抜けた後の実はスタメン変更のローテーションも大きいです。もともとヘイワードが抜けた後、そのポジションにスタメンとして入ってたのがケリー・ウブレイ・ジュニアやってんけれども、その後 PJ ワシントンが入ったことによって大きくね、スタメンのバランスが整った感じがします。帰り咲いた、帰り咲いてきた。よかったね。いや、今めちゃくちゃええからね。特にウーブレイがスタメンで入った3試合は
主に結構ディフェンスリバウンドがなかなか取れなかったよね。ちょっとあんま上手くない。しかも特に相手にセカンドチャンスポイントとかペイントエリア内での得点を与えてしまって士気下がるね。そういうのはブーブレだけの問題ではないねんけれども、特に2月13日のメンフィスグリズリー戦との一戦では失点125点に対して72点がペイントエリア内の得点。いや辛いよ。なので結構インサイドでめちゃめちゃやられたし、このウーブレに関しては結構ディフェンス面でねヘルプが遅くて、例えばアダムスとかにやられてる場面も結構多かった。一人ロケッツしてたわけですね。一人、まあロケッツっぽさはあんねんけど素人 NBA。 一方 PJ ワシントが入ってからこの辺のリバウンドがめちゃめちゃ強化されました、うん、真面目そうやもんね。結構 PJ に関してはこれオフェンス面でもねケリー・ウーブレジュニアでも3ポイント確率が今いいんで、やっぱウーブレ場所なくなるやろ。なくなってはないねんけど、ウーブレは元々のやっぱベンチから出てきてカッターとしてだったりだとか、シックスマ的なな、うん、今活躍をしてくれてるような感じになるんで、この PJ が入ったことによってスタメンのバランスが良くなったっていうことは間違いない。ありがとう。実際ヘイワード入れた時のスタメンは2月ネットレーティングはマイナスやってんけども、 PJ を加えたスタメンのネットレーティングは 18.1 もある。プラスで。プラス。プラスなりすぎやろ。もちろんプラス。すごいね。ちなみに今イースト1位なのマイアミヒートのスタメンのネットレーティングよりも約5点ぐらい高いよね。めちゃ強いよ。そうやねん。なのでここに来てめちゃめちゃチームが仕上がってきてるんよ。いやな、プレーオフ上位のチームは。いやー怖いと思うで。いつ爆発されるか分からへんから。せやんな。でこれいつ爆発するかわからんっていうのが、実はチーム全体で見てもだいたい1試合20点以上取る選手が1人、19点台が2人で約10点取る選手が3人ぐらいいたりとか、秘めた爆弾がいっぱいおんな。そうやねん。なんである意味この的を絞りづらいよね。どっかがパパパパンってなったらうわーってなる。いやほんまそうやねん。なんで試合によっては誰がその日の MVP になるかがわからへんのよ。日替わりヒーローが毎回出てくる。そうっていうのが今のホーネッツのめちゃめちゃ面白いところです。その中でのホーネッツの今リーディングスコアラーはテリーロジア。ロジアイケイケ。彼は3月1試合平均 22.8 ポイント、3 45.6%。ロジアはね開幕後からはちょっと不調で苦しんでたんやけど、この3月に見事にバウンスバックして壁越えましたね。前回ね競り勝ったユタジャズとの一戦は4クォーターだけで10点以上上げるっていう勝負強さがあったりとか、すごいね。はい、最後勝利を決める3ポイントもありました。そしてマイルズブリッジズも3月は 19.9 ポイント、3 39.3%、ほぼ20点やね。ほぼほぼ20点。もしかしたらホーネッツがこっからまたね勝ち上がってくると MIP のノミネートされてもおかしくないぐらい活躍、突然出てくる、うん、出てくるね。 MIP ね、大本命はやっぱジャモラントとかもいるけれども、そこにねノミネートとして顔を連ねる可能性はこれ全然あるよね。そしてラメロボールはもう今シーズンも数々のハイライトプレーを生み出してくれて、セクシーボーイね。もうほんまにな。1試合 19.1 ポイント、7アシスト、3 42.3% です。全部合格やね、すごいね。全部合格、まあ、あとはねミッドレンジの確率さえもうちょっと上げてくると、まあ、本当にアンストッパブルな存在になる。いやーリーグの顔になってほしいよ、うん、このスタメン3人がいながらベンチはさっきのウーブレイジュニアだったりだとかモントレス・ハレルの活躍もね、やっぱ放熱にとってはめちゃめちゃ大きいです。この写真は絶妙な感じやけどね。ノー言うてるよ。まあまあまあね、ちょっと感情爆発させてますけれども。審判は冷静や。素人 NBA。 プラブリーのね控えとしてハレルが出てきてくれるわけやねんけれども、まあ、当然ラメロとのピックアンドロールの相性だったりだとか、ぴったりやねそこ、うん、ゴール下で何人囲まれたとしても最後ダンクに行くような迫力っていうのはまさにねホーネッツにぴったりな存在です。そして忘れてはいけないのがアイザイア・トーマス。いやいや諦めない男。いやーほんまにね、諦めないことの大切さを俺らにもほんま教えてくれたアイザイア。 YouTube 頑張ろうってなるもんね。はい、先日ね3月22日についにね今シーズン末までの契約が保証されました。やったー、これめちゃめちゃみんな喜んでたよ。いやほんまにね、サンボマスターの諦めないでどんな時もっていう歌詞が一番似合う。みんな知ってるかな。まあ、実際ねアイザイアは今シーズンレイカーズ行ってマブス行ったけれども、マブスではね1試合しか出れず、1試合だけやったんや。あのプロトコル自分が入ってもうたってことでかいけどね。自ら入ってもうた。いや自らってちょっとそんな主体的に言ってるわけではないねんけど、ただそういろいろあってやっとね掴んだこの機会。そもそもアイザイア来るまでも結構ホーネッツはガードがラメロとロジアしかおらんかったんで、少なかったよな。そうやね、ここの補強は必須やってんけれども、その中でやってきたアイザイアは実は1試合17分程度のミニッツがすでにあって、貴重なローテーションにも入ってます。殴りがちのチームに行けてよかったな。いやほんまにぴったりやな。試合見てるとやっぱ元オールスターの得点力はやっぱ段違いで、
ところどころ光ってくれる。うん。さっき話した5連勝の時は平均 10.8 ポイント、3、58.8%。わ、3すごいな。やばいよ。いやー、帰ってるね。OKC 戦では4分の4の試合があったりとか、特に3月26日のジャズ戦なんかは、前半 IT が入ってきて、ホーネッツに流れを大きく引き込んだって言ってもいいぐらい。さすが、セックスマンやんけ。はい。そんな、だいたいね、1試合15分ぐらい与えられて、その中でね、一気に流れを変えて得点を取りまくるっていう。めちゃくちゃ難しいことしてるよな。そうやねん。やけれども、やっぱりね、この IT の存在っていうのが、放熱には欠かせない。そして、まあ、やっぱベテランらしくね、結構ベンチからも声出したりとか。いけいけと。うん。いろいろメンバーを鼓舞してる姿を見ると、アイザイアもやっと自分のそういう役割を受け入れ出したんやなっていうのは、やっぱ試合見てて、すごい感慨深い気持ちになってくる。こんな諦めてない男にさ、言われたらさ、頑張りますってなるよ。ね、ほんま背筋伸びるよな。説得力しかないよ。実際、アイザイアも先日のインタビューで、まあ、ほんと、ホーネッツはね、やっぱ自分をめっちゃ歓迎してくれてると。いいね。もちろん、選手もそうやし、コーチたちもすごい歓迎してくれて、自分が自分らしくいれるんやと。おう、めっちゃ嬉しいやん。うん。実際、その自分のプレーもせやし、そのリーダーシップを取らせてもらえるってことに関しても、すごいありがたいし。おお、大人やな、うん。よりその若手の成長をどんどん自分自身が助けていきたいって話を言ってました。彼も成長してるよ。いやー、ほんまにね、なんかこのインタビュー見たらめっちゃ感動したんやけど。ほんまやな、うん。このようにスタメン、ベンチ含めて、やっぱ誰でも主役になれるロスターが揃ってるのは、間違いなく放熱の一番の強みです。冗談も喜んでます。しかもそこにね、今後、万能戦士ヘイワードが帰ってくるって考えると、楽しみでしかない。もう怪我すんなよ。いや、そうやね。逆に言うと、そこが結構また懸念で、ヘイワードが戻ってきたとしても、また今後離脱してしまう可能性っていうのは、これ結構高いよね。戻ってきて活躍して怪我。戻ってきて活躍して怪我やから。いや、そうやね。しかも、昨シーズンは44ゲームしか出てなくて、一番大事なプレイン。欠場。今シーズンも48ゲームしか出れてなくて今一番大事な追い込み期間出れてないんで必要な時におらへん。せやねん。一番必要な存在であるのは変わらへんねんけれども、一番チームとして必要な時におらへんのよ。いやー、困るよ。しかも年間サラリーはだいたい30ミリオンもっと取れてへんな。一番もらってるんでね、まあもっと取れてへんっていう声が聞こえてもこれはおかしくないです。しかもすでにね、年齢が31歳っていうことも考えると、もしかしたら来シーズン以降トレード対象になってしまう可能性もこれなくはないです。頑張れため。しかも来シーズン末にはね、ラメロとの次延長契約も考えていかないとダメなんで、お財布大変になってくるよ。そうやね。サラリー問題はこれからホーネッツが頭を悩ましてくるだろう課題になってきます。今日語った若手選手以外にも、来シーズンはこのブックナイトやカイジョーンズもおそらく台頭してきそう。あ、成長してくる。うん。特にこのカイ・ジョーンズなんかのリムランの速さは、多分ガードとかフォワードも多分ついていけんぐらいめっちゃ速い。そない、ビル・ラッセルなれる。うわーみたいな。ぐらいめちゃくちゃ速いし、これから楽しみ。しかも、2巡目の JT ・ソーは手足がとんでもなく長くて。リムランはもちろんフローターとかも打てるんで。まあ、そんなに。かつハッスルできる選手なんで、こういった若手選手がまだまだホーネッツの控えてるわけよね。狙ってんな、上を彼らは。そうやね。なので、彼らが入ってきたことで、来季ロスターがどうなるのかっていうのは、めちゃめちゃ楽しみであるよね。そんなホーネッツは残り8試合やねんけれども、うん、実はプレイオフ圏内とのチームが5試合もあって、ピンチやんけ。結構日程的にはきっついわけよ。ただね、今日その中でジャズに競り勝ってくれたりとかっていうところはあるんで、まだまだ希望はあるし、一番の注目ポイントは、明日8位のブルックリンネッツとの直接対決。来た来た、アービング強えぞ。今8位がネッツ、9位がホーネッツ。大事やな、ここほんまに。そうやね。今日時点でそのゲーム差は 0.5。 あ、じゃあ勝ったら変わる。勝ったら変わる。来た来た。で、厳密に言うとネッツは明日ヒートとの戦いがあるんで、あ、そこ勝ったらまた分からない。そう、それ次第でまた順位変わんねんけれども、この今時点で9位と8位の直接対決は激アツです。しかもおそらく月曜の試合ではネッツホームコートのカイリーのデビュー戦になると思うね。市長のおかげで出れると。市長のおかげでね。なのでここの月曜の一戦は目が離せません。そんなホーネッツが残り期間短い中でどこまで、ね、追い込んでくるかっていうのは注目ですし、うん、まだねホーネッツあまり見られてない方はこの機会ぜひ注目してみてください。早いし面白いやろね、見てたらめちゃめちゃ面白い。以上、ここまで3月の追い込みが素晴らしいホーネッツについて話してきました。あなたは3月のホーネッツについてどう思いますか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日以降もね、皆さん楽しんでいただける動画作っていくんで、まだチャンネル登録されてない方は
この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他メンバーシップは月1本ね、皆さんに楽しんでもらえるようなワクワクする動画上げてるんで、気になる方は情報をチェックしてみていただけると嬉しいです。 NBA オタクになりませんか？なりましょう。そして最後に、おもこめ！おもこめ！今日のおもこめは何？今日はですね、前回やりました。ザイオン不要論。あ、いるよ、いるよ。リコピンさん。リコピン。ザイオンが太ってきたりするから、それを見てまだ大丈夫とダイエットを始めない、毎日。リコピン太っていくやん。リコピンってトマトにあるいいエネルギーやん。確かにな。逆に太なってるっていう。はい、ダイエット大事なんでね。夏近いんで始めてください。こんな感じで毎回いろんなおもろいコメント発表してますんで、今後おもこめ書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ラッペルブー。